はい、実況させてもらってます、シロックマンです。よろしくお願いします。今日はですね、プレイステーション2のね、まあアーケード版のゲームでもありますが、対戦格闘ゲームのですね、北斗の拳でね、審判の、創造性かな、剣豪列伝というね、対戦格闘ゲームになりますね。本格的なね、はい、セガからね発売されたゲームですけどね。こちらを今日はね、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。もう本格対戦格闘でね、本当待望のね、北斗の拳の対戦格闘って感じですよね。はい。スーパーファミコンでですね、北斗の拳6と北斗の拳7というね、対戦格闘ゲームもあったんですけどね。まあちょっとね、出来がね、ちょっとまあ微妙だったんでね。まあこのゲームは本当ね、本格的なね、対戦格闘ゲームとしてね、初めて出た作品の一つでありますね。はい。あ、いいな。ちょうどいい設定になってるね。はい。あ、じゃあね、これで、始めていきますね。これ、キャラクターがちょっと少ないのが、ちょっとあれかな。ちょっと物足りないとこかなと思いますけど、北斗の拳2のね、キャラがいないんですよ。もう、全部ね、北斗の拳1のキャラしかいないんですよ、ほらね。うん。ファルコとかね、ハンとかね、シャチとかね、ヒョウとかね、カイオがいないんですよね。もう全部北斗の拳の、まあ、ラオウまでのね、話のキャラクターですよね、全部ね。うん。まあ、ケンシロウですよ、もちろん。はい。まあ、いきなりハートね。まあ、ハートは、もうインパクトありますよね、やっぱりね。ほんと、スペードとダイヤとね、クローバーいますけどね。豚は豚小屋へ行け。すげえ一般とかあるな。これね、ケンシロウもうね、声優さんが変わってるんですよ、このゲームはね。うん。あれなんです。神谷さんじゃないですよね。神谷明さんの声じゃないんですよね。新しい声優さんになってますね。うん。もうやばい。あんま強くないな。うん、おお、凛とバットね。俺の北斗神拳は無敵だ。かっこいいな。うわ、やば。ちょい必殺技が出ないな。何もしてこないな、これ。なんでやろう。これ、あれ痛恨になってる？そんなことないな。あ、弱いだけか、こいつが。何もしてこないな。あ、惜しい！出たで、今まだ。やばい。うわ、やるな。もう豚小屋行け。何回言うとんねん。これやっぱストーリー通りなんかな、キャラが出てくる順番はね。ハートが一番最初に出てきたってことはね。次はじゃあシンってことかな。あ、やっぱそうやね。そういうことやね。ランダムじゃないんやね。これはね。うん。ストーリー通りにキャラクター出てくるんやね。ね、シンですね。
僕の名前が新一という名前なんでね、この新は本当にね、嬉しかったですよ。この名前がね、同じってことでね。やっぱね、古谷さんのね、声優がね、本当に似合ってるなっていうね、古谷敏夫さんのね、声優もね、確かこれ古谷敏夫さんだったと思いますよ、このシーンはね。変わってなかったと思いますよ。ほら。ほら。やばい。ちょっとやられてるぞ、こっち。やばいやばい、いい勝負やなこれ。おお、倒せた、危なかった。おお、出た、天破滑殺、かっこいい。うおー、やるな。うわ、よし、倒した。なるほどね。これね、北斗の拳2のね、キャラも使えたらもっと名作だと思うけどね。キャラクターが少ないのがちょっと難点かな。お、間宮出てきた。そうやね、出てくる順番としては次は間宮になるよね。その次はだからレイってことやね。もうほんとね、こう一点ですよね。このゲームのキャラで唯一の女性キャラなんでね。こう一点。うん。相変わらずスタイルがいいな。美女ですね。こんなんね、間宮相手にね、このケンシロウ本気出しちゃったらね、殺しちゃうよね、本当にね、普通に考えたらね。まあ女性の中では強い方やけどもね、なんか唯一北斗の拳キャラで一番強い女性なんで。おお、すげえこの技、バイク乗るんや。ティンハの構え。やばいやばい、やられてるやられてる、やばいやばい、ちょっと舐めすぎたな、やばい、うわ、うお、やられた。ちょっと舐めすぎたね。うわ、やばい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 、おお、危な、こっち超必殺技がなかなか出せないんやけど。
岩山梁山派はね、あれで騎馬大王を倒した時の技ですよね、確かね。岩山梁山派って言ってたよね。鵜城なんとかっていう技はね、なんか時のイメージがすごく強いんやけどな。おお、俺は今機嫌が悪いんだってね。うわ、うわ、やばやば。やっぱでも迫力違うよね、やっぱりこのゲーム。うわ、やばい。なんか視聴性のあれがあれやね、出てるというか。うわ、うわ、でも互角やな、それでも。よし、当たった。やばい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 、負ける負ける、負けてもうたやん。強かったな、思ってる強いな。まあそうやな、これキャラクター変えたらどうなるのかな、出てくるキャラクター相手はどんな感じになるのかな。一回ちょっとね、同じ名前であるねシーンを使わせていただこうかと思いますがね。はいはい、まあ、僕の名前が新一なんでね、シーンをね使わせていただこうかなと思いますね。あ、レインになるわけや。そうか、そういうことなんや。この二人はね、確か原作では合ってると、合ったことないって感じやね。外見的にはよく似てるんですけどね、この二人ね、なんかね、雰囲気はね。まあ、なんと同士のね、戦いですよね。なんと、六星剣のね、同士の戦いってことですね。でもこのレイはね、なんか見た感じね、髪が白くなってるから、あの死ぬ前のあのレイって感じがするね、見た感じね。あのラオウの剣を突かれてね、で、あと何日の命って言われてさ、レイをね。で、その後なんか、なんか薬みたいなね、飲んでね、で、白髪になっちゃってね、その時のレイって感じがするね、見た感じがね。うおー、やるなー。なんかレイはね、なんか空中技が多くてね、使いづらかったんでね。あー、やられた、やられたね。やっぱケンシロウの方がやりやすいかな。おお、かっこええな。おお。
結構あれやね、シンって結構残酷やね、なんかね、うん、やっぱりね。うわ、やばい、ほんと。おぉ、おぉ、これユリアか。ユリア、あの人形のユリアかなって感じやね。これでも場所がマミヤのステージになってるね。おりゃ、おー、かっこええな。うわ、やるな。おりゃ、おお、勝ったー。おお、貴様の執念はって、ケンシロウに言うセリフをレイに言っとるやん。そうか、これ、あれやねんね、敵がナントになるわけやね、ナントのキャラ選んだら。順番的にね。これはね、完全にこれ夢の共演やね、ほんとね、うん、同じなんと6000円剣闘士ですけど、合ってるとこ見たことないもんね、実際ね。うわ、強えな、やっぱサウザー強えわ。愛などいらん、愛などいらんね、銀河万丈さんの声優がね、ほんとかっこよかったですよね、ほんとにね、サウザーはね。愛などいらんってね。ほほ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 ほ飛行とか全部逆なんよね、確かね。ケンシロウも一回負けてるもんね、こいつもね。このゲーム、なぜかね、シュウは出てこないんですよね。シュウだけ、なんと6000件でね、シュウだけ出てこないんですよ、このゲーム、なぜかね。まあ、シンとレイとね、ユダとね、サウザーは出てくるんですけどね。おお、これか。まあ、一応超必殺技みたいなもんか、あれ。うわ、決まった。でかくなったな、小僧って感じだね。確かね。おお、危なかった。おおほほ、でかくなったな、小僧ですよね。うわ、来た。ああ。さすがに無理やんな、これはな。ああ。まあ、師匠のね。そうか、この師匠のために聖帝十字路を作ってたわけやね。うん、実はね。師匠思いやったわけやね、実はね、こいつはね。まあ、やっぱケンシロウで行く方がいいな、これな。やっぱり慣れてないキャラあかんね。ケンシロウがいいね。ケンシロウじゃないと厳しいな。いや、マミヤからじゃないんや。レイからになるんや。俺、お前とは戦いたくない。それは
俺とて同じこと。だが俺はお前を倒さねばならん。でも戦う場所が違うね、なんかね。騎馬大王のとこじゃないもんね。まあ、騎馬大王出てこないから、このゲーム。騎馬大王ステージがないからしょうがないけど。あれ？あー強え強えわ。ほんといい戦いって感じで、もういい勝負というかね、ほんと互角みたいな。うわやばい。うわ今の秘書は白霊ってやつかな、そんな感じやったね。あー強えなやっぱり。うーわーめっちゃめっちゃ減ったかな今。超必殺戦い。あかん、勝てなかった。許せ、剣。さすがに強いな、これ。これは厳しい。思ったより強い。剣しかいないもんね。やっぱりな、難しいな。俺、お前とは戦いたくない。そうだな。俺とて同じこと。だが、俺はお前を倒さねばならん。The time of retribution. Battle one. Decide the destiny. ガンガン将来だな。うわ、やばい。いきなりもう。うわやばい。うわ強いわ。これねレイ倒したら多分ジャギだと思うんですけどね。なんとなくねジャギは勝てそうな気がするんですけどね。こいつは強いなやっぱり。うわ厳しいな思ったより。あーやばいめっちゃ減った。あかん無理や。うわーやばいやばい。もっとねこれいろんな技あるんですけどね出ないんですよ。まだあんまり慣れてないんでこのゲーム僕ね。もっといろいろあるんですよ。無双転生とかね、いろんな技いっぱいあるんですよ。もうでも思ったより出せないんですよね。本当にそれぐらい難しいんですよ。やばい。あかん、ダメやなこれ。わあ無理ですね、勝てませんね。一回ね
ちょっとね、ちょっと個人的にね、マミヤを使ってみたいので、ちょっとマミヤを使わせてもらうかと思いますけど。マミヤがね、マミヤ好きなんでね。マミヤね。マミヤ使ってんかいね。まあ、ハートになるんや。そうなんや。来ないで。そりゃそうやな。そりゃ気持ち悪いよな、マミヤから。それはハートなんて。おお、強いだ、マミヤ。めっちゃ強い。コンボがすげえな、コンボが。おお、強え。あなたの死は無駄にはしないわ。強い強い。思ったよりコンボがめっちゃ出る。抜けられるかしら。おお。ああ、やったか、やってきた。おお、やるな。うわ、強くなってきたこいつ、ハート。うわ、もうちょっとやけどな。おお、すげえ。終わったかな？まだか。おお、帰った。確かにその通りやな。実際でもマミヤとハートってどっちが強いんでしょうね。わかんないよな。まあ多分マミヤの方が強い気がするけどね、実際戦ってもね。うわ、これは厳しいな。ケンシロウ敵か。これは厳しいと思うわ、多分ね。勝てないような気がする。それはどういうつもりだってなるよな。うわ、うわ、でも飛ぶ道具がすごいね。やっぱりマミヤね、飛ぶ道具が順調、順調ちゃうわ。かなりね、充実してるね、飛ぶ道具はね。武器に関してはね。お、うわ、やばい。結構強いな、やっぱさすがにケンシロウ強いわ。資源が悪いんだ。うわ、やばい、視聴性が輝いた。こっち側に。そんなスローでは俺は倒せん。うわ、やばい。ああ、さすがに無理か。さすがに勝てないな、ケンシロウには。
まあちょっとね、この機会なんでね、ちょっとね、使いたいキャラクターをね、ちょっとここで使わせてもらおうと思うんですけど、ジャギをね、ジャギを使ってみたかったんですよ、一回。もう実際このゲームね、そんなにまだね、やり込んだわけじゃないんでね、慣れてないんですよ、まだね。だから。これでも、あ、そうか、時に変わるわけや。抜けたか、お前は殺気が強すぎる。確かに。面白いわ、今の時の一言。こいつ下道中の下道やからね、こいつはね、ほんとね。おお、勝った。ゲドウ野郎やね、本当にこいつね。おお、やるな。これ確かね、ジャギの超必殺技ってガソリンなんですよね。ガソリンをバーってなんか巻くというかね、めっちゃ卑怯ですよね、本当に。ゲドウもええとこやな、こいつ。ああ、でも勝てないな、今回は。ちょっと。うわ。命は投げ捨てるものではない。かっこいいっすね。おお、今一瞬止まったね。やばい。やばい。あらら。これは厳しいな。すげえな。で、次はね、まあ、ちょっとね、まあ、これで、まあ、最後にしようかと思うんですけどね、サウザーをね、ちょっと使わせていただきたいなと思いますね。はい。はい。これいきますね。レイモンを使ってみたいんですけどね、レイはちょっとね、昔使った時ね、空中で出す技ばっかりでね、空中のコマンド多いので、ちょっと難しすぎてね、さすがにね、ちょっと、レイは使えないですけどね。苦手ですか、例はね。お物は消毒せねばならんな。おらやり。確かにお物やな、こいつは。これはあれか、ジャギのステージやね、これね。いや、でも強えぞ、ジャギ。
うわ、やば。強いわ。愛などいらん。お、うわ、強いわ。甘く見つけたか。うわこの笑い方ね。うわでかくなったな小僧っていう時の笑い方やもんね。うわ危ね。やっぱりケンシロウ以外のキャラクターはさすがにちょっと慣れないな。愛などいらん。愛などいらん。やばい。うわほぼ互角やねこれ。あー惜しい。あ勝ったかな。おー勝った。おーかっこええ。めっちゃかっこええわほんま。あれで倒せたらもっと良かったのにな。倒せたらっていうか2回目ので勝ってたらね。うわ強えわ強えわ。やっぱり全然違う。勝てまへん。こんなね下道にやられるとはね。サウザーが考えられんけどな。バカめ勝てばいいんだ。何を使うか勝ち残りゃいいんだって。怖いわこいつほんま。まあ、とりあえずねこれで、終わらせていただきたいと思いますんでね、ご視聴ありがとうございました。